南領西平部位化政領南領の領域。南領は、午後16国時代に、千匹株路部の株ロカラスコによって建てられた国。南領の株ロ市は、宅抜市から発出したため、この国は、宅抜両国とも称される。3世紀初め、千ピ宅抜部の一州長であった引子は部民を、率いて、宅抜部から離脱し、陰山一帯から遠く西方の甘粛化政方面へ移り、 関や京都雑居した。このためカブロブは通常火星戦費と称される。256年から263年にかけて、義の鎮税将軍、トトクローミギ諸軍事であった、トウモグサは、諸区に対抗するため、非官族を大量に、義の領内へ引き入れ、火星戦費もこの時に、洋州、領州協会に居住した。267年、精神が土地法の改革を行うと、 西北地域の悲観族は反発し、270年、カブロ部の族長であったキキノウは、ハタ州一帯の悲観族を集合して、反乱を起こした。当時のハタ州志士は、孤列であり、かつて、商会に従って、職を打った猛将であったが、270年6月、カブロジュキノウは万国体の戦いでこれを廃止させた。キキノウは、同年に、安政将軍遺跡館を、七十一年には、 領州市市の県広氏を撃破し、柴領、森よ、上鶴らの討伐軍を強くさせた。危機能の判断は、良、旗、両三州に拡大し、皇帝柴園をして、これを、くれ、職の害より甚だしいと嘆かせしめた。275年と277年、柴園は文雄氏を派遣して危機能を破り、ようやくこれを降伏させた。ところが278年、 カブロジュキノウの塔の輪から抜け脳が、領州で反乱を起こすと、早くもキキノウはこれにこうし再び、領州一帯を占拠した。279年、精神は、クレ滅へ主力を傾ける一方、輪高しを派遣してキキノウを撃たせた。キキノウの兵は、全軍鉄鋼で武装していたため、輪高しは境愛の地に磁石を積んで動きを鈍らせ、これを大破したという、同年十二月、 キキノウは、部下の木骨脳に殺害され、10年に及ぶ、西北の対乱は鎮定された。キキノウが滅ぼされると、カブロブの勢力は著しく衰微し、両州の高武氏軍付近に遊牧して精神、全量、全身に服属した。383年、全身が、翡翠で大敗して、下北が、動乱状態になると、カブロブは、急速に赤実の勢力を回復させた。 三百八十六年、旧埋領最後の君主張天鈴のこの町大与は、功労流行の領収進出に伴う混乱に乗じ、全領再興を掲げて拒兵した。カブロ部族長のカブロ・オモエマタは、これを後期として、町大与を支援し、功労からギアス氏軍、マサ将軍を占領した。しかし、オモエマタは続く宗とメゾウの攻略に失敗して、武州の大半を失うと、町大与の廃止もあって、 同年、失意のうちに死去した、思う股の死後、カブロ部の部州を率いたのが、このカブロカラスコである。カラスコは功労に服属して、部州をよくまとめ、394年には旅行から、仮ブ士、官軍大将軍、火星戦費大都等に配され、孔武氏健康に封じられた。395年、カラスコは、孔武氏から、青海の高水流域へ攻め込んで戦費を集る部、 オリホリブを服属させ、この地のレンカワ法に拠点を移した。396年、旅行がダーリャン天皇に即位すると、カラスコはこれに反発して、功労の感触を受けず、自立の動きを強めた。397年1月、カブロカラスコは、大都督、大将軍、大前右、西平王を自称して、レンカワ法ととし、剣母として、大所元年とした。はこれをもって、 南梁の成立とする。同年6月、功労内部の健康軍で男業が、疎挙、もう村に擁立されて、北梁を建国し、8月には、功労の都州と目像で、核が反乱を起こして功労は、内乱状態となった。この状況の中で南梁は、北梁、西広市、核と結んで、功労方囲網の中核となった。398年、核は、 帝の容器を擁立して功労にこしたが、反撃にあって、シュート目像から撤退し、カラスコに救援軍を求めた。カラスコはこれに応じて、功労軍を破り、転じて、降水流域の強襲波流へを滅ぼして、地盤を固めると、帝の容器を服属させて12月にはついに、武用と解消した。399年、カラスコは東学都へ移し、功労に対して互角に、 軍事展開したものの、同年6月に落馬で重体となり、弟のカブロリジカコに工事を託して間もなく死去した。399年8月、カブロリジカコは、武王を称し、西平に党を移して、北領と連携を強めた。同年、功労では旅行が死に、旅産が、ダーリャン天皇の位を奪って、盛んに外政を、繰り返した。400年、リジカコは、帝の容器を処断して、 国内をまとめると、功労の軍を二度にわたって撃破し、火災諸政権のうち最大の勢力となった。同年5月、漢中のアトシンが西広氏を滅ぼして、火星に進出すると、理事加工はアトシンに使者を送って、神と称し、巧みな外交で勢力の発展に努めた。401年、理事加工は火星王と改称し、新たにダーリャン天皇に即位した。 功労の両隆史を激しく攻撃した。同年9月、古神の養石徳はチョークして、功労の年を止め、像を攻撃し、これを服属させた。ここに、功労は著しく吸い落ちすることとなり、南領と北領は、火星の派遣をめぐって、敵対関係に入った。402年3月、理樹過去は、重病となり、弟のカブロ真ユに工事を託して死去した。402年3月、 カブロ・マユミは、両王と称して即位した。南領の国名はこの両王即位に由来する。マユミは西平から学徒へとを移し、ここを大いに増築して、王都として、異様を整えた。同年10月、南領の下に身を寄せていた、旧日神の大使、骨福沖ワが逃亡すると、マユミはその妻子も解放して、音宅を施した。403年8月、功労は、 連年のように都の執止め、像を南領と北領に攻撃され、もはや政権としての存続が不可能になると、ついに執止め、像城を後進に明け渡した。ここに、火星の勢力権は大きく変動し、翌404年に眉美は、自身の年号を去って後進の年号を報じ、後進に忠誠を誓ったごとく装った。一方で眉美は盛んに、北領を攻撃して、火星中西部へも、 勢力を伸ばし、五神のシュートメゾ像にも強い圧迫を加えた。後旗はシュートメゾ像を維持できず、406年6月、真由美はついに使い自説、とと神がに諸軍寺、斜大将軍、両森郷土中老将、両州市市に任じられて、シュートメゾ像の領有を認められた。同年11月、真由美は、学徒からシュートメゾ像へ先挙し、一兵も損なうことなく、火星頭部を、 勢力下に収めた。また、まゆみは北領に対抗するため、勢梁と同盟を結び、ここに南領は極世期を迎えた。407年、南領は早くも衰退の兆しが現れた。8月、カブロ・真ユミは、香水地区、火星地区など全領域から兵を総動員して5万を集め、自ら全軍を率いて北領に攻め込んだ。しかしまゆみは、数で劣る北領の訴求。 も村に大敗し、逆に広く軍、西氷を失った。同年11月、今度は、オルドスを石鹸した夏の赤レンボツボツがチョークして2万の正規を率い、後部軍へ攻め込み、大いにここを略奪して撤退した。まゆみは夏軍を追撃して、よ武氏で戦ったが、赤レンボツボツの反撃にあって、全軍覆滅し、真弓は命からがら衆と目像へ敗走した。この時、 シュート目増城内では、北城で、郷土系の都各が反乱を起こし、鎮圧直後に今度は、南領の将軍たちが反乱を起こすなど、内有外観が続いた。408年5月、五神は、南領に、シュート目増を与えたことを悔やみ、ここを奪回しようと遠征軍を差し向けた。眉美は、シュート目増に牢城し二度にわたって、五神軍を退けたが、この時城内で、 後心にこうする者が相次ぐなど、著しく求心力の低下と国力の疲弊を招いた。四百九年、カブロ・マユミは国内の動揺を帰り見ず北梁遠征を行い、北梁祖郷士の出身地である林末軍まで攻め込んでここを略奪したが、広に逆撃され大敗した。翌四百十年正月、マユミは再度北梁を攻めたが敗れ、同年三月には、騎兵五万を率いて、 北領軍と戦ったが、また大敗し、逆に北領軍に攻め込まれて、都のシュート目像を囲まれた。シュート目像城内は大いに混乱し、畳掘り部、麦田部、社外部などの火星戦費の元重が、次々離反して、北領軍に振った。真弓は、交戦を諦め、一族のカブロケーキとこのカブロタを人質に出して、北領軍と講和した。 同年、南梁の高水地区で折堀基地が反乱を起こし、南梁の討伐軍はこれに大敗した。眉美は、北梁の圧迫と高下流域の出土を恐れ、ついに姑像から学徒へとお返した。眉美が姑、像を離れた直後、小明が姑像で反乱を起こして、領収支士を自称した。こうして、南梁の火星地域の拠点であった姑像は、半島から離れ、 南領の火災進出も挫折したのである。411年に入ると、南領を取り巻く情勢はますます悪化した。1月に北領は止め、像を攻め落として、火星を統一し、そのまま南下して、都の学徒を包囲した。この機に乗じて、南では、豊久根の呪落館に、行川軍を攻め落とされた。また、東では409年に再興を果たした、西広氏が、 この年骨腹沖岩を章として南梁に攻め込み、高知峰南地方を略奪した。2月、カブロ・マユミはこのカブロ・ヤス州を人質に出して北梁軍を退却させると逆に軍を五素寺に分けて北梁へ攻め込んだ。しかしマユミは北梁軍に退敗し、そのまま再び学徒を包囲された。マユミはこのカブロ染め星を人質に出して北梁軍を退却させた。時に、 南領の彗星は著しく、わずか高下流域の五軍の地を保つのみであった。413年、カブロ・マユミは二度にわたって、北領へ攻め込んだが、若厚と若領の地で、北領に大敗し、高川軍を失った上都の学徒を北領軍に包囲された。マユミはよく攻撃に耐え、弟のカブロトもノベを人質に出して、北領軍を退却させた。百十四年四月、 カブロマユミは崩壊寸前の政局を打開するため、以前に離反した大御子付近の経営アセブ、オツドレブに対して自ら騎兵7戦を率いて、遠征を行った。ところが、この機に乗じて、西新の骨福を際に学徒へ攻め込まれ、ついに南領の都の学徒は陥落した。南領支配下の三軍もすべて西新に降り、帰るところを失った。 遠征中のカブロー・マユミは、6月、西広市に降った。こうして南梁は滅んだのである。なお、この年の末にカブロー・マユミは毒殺された。南梁は3代18年で滅んだ短米の地方政権ではあるが、中国史上初めて拠点を青海小地区に置き、この地の開発を進めて、後の青海シルクロードの開通に大きな影響を与えた。 南梁政権下では北権がこのルートを中途まで利用している。カブロ氏については、カブロマユミのこのカブロ派強が北義に降った時、もともと、高松氏と同一氏族であったことから源氏を与えられ、その一族は非常に徴用されている。この話は後に日本にも伝わり、公別である源氏の氏族名の由来となった。一方、カブロカラス子のこのカブロ藩には、 南梁滅亡後に南下して、チベットへ逃れ、トバンを建国したという伝説がある。南梁は、支配層の戦費族が農業生産に習熟していなかったこともあり、たびたび対立勢力の領内へと攻め入り、捕らえた農民を強制的に領内へと連行することで、農業生産の増加を図っていた。関西は、関や義以来の形態を踏襲し、大前雨の称号は、 カブロ理事過去以後は用いられなくなった。政権の中枢はカブロ氏一族により独占され、漢族や郷土など他の民族からの任用はかなり限定的でむしろ濃度的な地位に置かれており、特にカブロ・マユミは漢族を信任しなかったため、漢族の支持を失い、それが難量崩壊の一因をなした。現存する難量の文物としては、学徒古城、虎台、伝、カブロ理事過去語がある。 また、現存してはいないが、南梁大諸島が知られている。拓松引子、カブロコトブキカブロジュキノーカブロツトムマルカブロスイキン、カブロ萌えまたカブロカラスコ、烈祖、武王カブロカラスコ、皇王カブロ理事家古径王カブロ団体所見は、広政カヘミサキ、五湖十六国、中国史上の民族大移動、P151ABCDEF ミサキ、五湖十六国、 中国市場の民族大移動 P1758ABC 岬5個16国中国市場の民族大移動 P133ABCD 岬5個16国中国市場の民族大移動 P135 岬5個16国中国市場の民族大移動 P132 ありがとうございます。